グーテンタークリーベツヘーハー、こんにちは。筑波正則のドイツ文学の森、今日は第23回目です。今年最後の放送となります。よろしくお付き合いをお願い申し上げます。本日はまず最初に良き人のためのソナタについてのお話を少ししてから、東ドイツは何が原因で崩壊したのかということを検討してみたいと思います。これはあるリスナーの方からいただいた質問でもあります。この問いについて完璧に答えるのは至難の業なのですが、できる範囲で何とかお答えしてみようと思います。それではまず、前回時間の関係で話題にすることができなかったことについてお話ししましょう。それは登場人物の一人、女優クリスタの人物像についてです。良き人のためのソナタはシュタージの局員による反体制的人物の日常生活の盗聴という事柄を扱っているせいなのでしょうか。主な登場人物は 99% 男性で、女性である程度の重みを持って物語の筋進行に絡むのはこのクリスタだけと言っても過言ではありません。ところが、劇作家ドラえもんの恋人として重要な役割を果たすはずの彼女の個性と言いましょうか、性格と言いましょうか、それが十分に描かれていないという印象を受けてしまうのです。インターネット上のブログで同じ印象を述べている人もいるのですが、例えば、彼女はなぜ恋人を裏切ってまで女優として生きることを望んだのか、なぜ薄汚い権力者の思いのままになってまで女優であり続けようとしたのか、という疑問が映画を見ていると湧いてきます。つまりこういうことです。もしクリスタにとって女優であることが何を差し置いても大切なものであるならば、それを納得するためのヒントが欲しいのに、それは与えられていないのです。映画冒頭のシーンでヒロインとして舞台に登場しているだけで、その信念や悩みを含めて女優としてクリスタが私たちの前に現れることはありません。恋人のドライマンや盗聴者のヴィースラーが言うように、誰もが認める偉大な芸術家にしては、彼女の存在感が薄いという印象を拭えません。また、なぜ彼女が違法薬物を摂取するのかという理由も同様に不明です。男性の登場人物たちについては、そのあり方が良きにつけ悪しきにつけ理解できるのに、主要な登場人物であるはずの彼女については、描き方が今一つではないかという印象を受けてしまいます。先ほど触れたブログの書き手は、男性には論理と目標があるが、女性には弱さとその場の感情しかないと言わんばかりだ、と書いていますが、こう書かれても仕方がないほど、クリスタはただの脇役としての扱いしか受けていないように思います。間違いなく良い映画であるだけに、この点が物足りないところです。もう一点触れておきたいことがあります。それは映画を見た後の私の感想と言いましょうか、連想と言いましょうか、そのようなものです。何を言いたいのかと申しますと、この映画は全体主義の政治体制にあって、それに埋没しない生き方の可能性も見せているのではないか、ということです。そんなことは映画を見ればすぐわかるではないかという声が聞こえてきそうですが、実は私は勝手な連想なのですが、アイヒマンのことを思い起こしてしまいました。彼はナチス親衛隊将校としてユダヤ人殲滅作戦に加担していました。戦後偽名を使ってアルゼンチンに潜伏していましたが、イスラエルの特殊警察に拉致され、イスラエルで裁判を受けたのです。そして、ユダヤ人哲学者のハンナ・アーレントが、ザ・ニューヨーカー紙の依頼を受けてこの裁判を傍聴して、レポートを書きました。それはエルサレムのアイヒマンという題の本として出版されましたが、その中で彼女は、悪の陳腐さ、banality of evil という言葉で、アイヒマンという存在とその行動を言い表したのです。この件について今はこれ以上詳しくお話しすることはできませんが、要するに、
アイヒマンは自分の行動について下された命令に忠実に従っただけだと証言しているが、その姿は悪の権化といった大きなものではなく、ただのありふれた、つまりバナールな人間の姿であった。というのがハンナ・アーレントの評価でした。この姿は明らかに良き人のためのそなたのシュタージ将校、ウィースラーとは対照的です。アイヒマンについては思考を停止、考えを止めるという形容もなされますが、ウィースラーの方は感動という感性が関わる体験で変容し、その状態を貫きます。この変容は感動から始まったのですが、そこには思考、ものを考えるも関与しているということは、その後の彼の行動を見れば明らかです。ここから全体主義の体制下にあっても、実は不服従、服従しない、不服従を貫く可能性は存在するのだ、というメッセージを読み取れるということなのです。東ベルリンから来た女では、バルバラの不服従の姿勢は明らかでした。また、グッバイ・レーニーにおいても、主人公の母の姿勢は、単なる服従ではありませんでした。となると、今まで扱ってきた3作の映画は、全体主義的社会体制の下で、どうやったら、いわゆる人間性を発揮できるか、という問題に取り組んでいる、と見ることもできるわけです。ハンナ・アーレントのアイヒマン裁判レポートについてはいずれお話しする機会もあると思いますので、その時まで取っておきましょう。さて、ここからは冒頭で触れた東ドイツはなぜ崩壊したのかという問題に入っていくことにします。東ドイツという国は、その成立から崩壊までソビエト連邦の強い影響下にありました。ですから、東ドイツ崩壊の問題を考えるにあたっては、ソビエト連邦の解体という歴史的事実を無視することはできません。そこで、まずこちらの方を概観してみたいと思います。回り道のように感じられるかもしれませんが、まずはお付き合いいただければと思います。唯物論を語るわけではないのですが、ソ連の解体を考える場合に、経済という観点を取ることが有効だと思います。1917年のロシア革命で成立したソビエト連邦は、計画経済という体制を取っていました。計画経済とは、国、政府が物の売買を決める体制、つまり物の生産量や労働時間などを国が決める仕組みです。計画経済の話に入ったところですが、先が長いので、ここで一息入れて、本日の第一曲目をお送りいたします。ドイツの子供たちが歌うクリスマスソング、リヒター・アンゲツンデッツ、明かりが灯ればです。東ドイツの詩人、エリカ・エンゲルが1957年に作詞した歌です。この明かりとは、クリスマスツリーに据えられた、ろうそくの明かりのことで、待ちに待ったクリスマスがやってきた嬉しさを歌っています。歌詞の内容は、明かりが灯れば周りは喜びでいっぱい。どのツリーの下にもクリスマスの喜びが溢れる。明かりよ、明るく輝いてすべての場所に喜びをもたらせ。素敵な贈り物が手渡され、世界中の子供たちが喜びで満たされますように。というものです。歌っているのはライプツィッヒラジオ少年合唱団です。ではお聞きください。明かりが灯れば。三角山放送局、計画経済についての話を続けます。さて、計画経済とは逆の経済体制もあります。それはご存知のように市場経済です。市場経済とは、簡単に言えば、物を売りたい人と買いたい人が自由に売り買いできる体制で、ここで言う市場とは、自由に売買ができるシステムのことを指しています。消費者と生産者の自由な関係によって成り立つ市場経済は、需要と供給の関係によって、自然に価格や生産量などが決まる仕組みですが、それに対して、計画経済は、
国、政府が価格や生産量を計画的に、すなわち人為的に決める仕組みと基本的には言うことができます。もちろん、それぞれの経済体制には、長所と短所、メリットとデメリットがあります。市場経済のメリットは、ごく単純化して言えば、生産者や売り手と消費者が互いに、いろいろな意味でより良いものを求め合い、そのことを通じて経済が発展しやすいというところにあります。それに対してデメリットは、これも理論的に見ればなのですが、市場における競争の結果、勝者と敗者ができ、そこに格差が生まれうるという点です。もし強いものだけが生き残って市場を独占するならば、消費者の選択肢は失われることになります。かたや、計画経済にはそうした格差が生じないというメリットがあります。けれども、基本的に言えばここには経済の発展という発想はありません。計画経済の枠内では競争関係はなく、給与は一定です。いくら一生懸命働いても給与が上がる見込みがなければ、労働意欲が低下するのは自然の流れです。もちろん、今申し上げているのは仕組みとしての長所と短所ということで、言うまでもなく現実にはそれぞれの短所を補う工夫がなされております。さて、計画経済にはもう一つポイントがあります。そしてこのポイントがソビエト連邦の解体をもたらした大きな要因となります。それは計画立案の問題です。経済計画の立案は予測に基づいて国が行うのですが、極めて多くの条件を考慮しながら行うこの予測が非常に困難であるのは私たちが知っている通りです。もしこの予測がうまくいかなかった場合、国の経済は大きな打撃を受けてしまいます。そしてこのことがどうやらソ連の計画経済にしばしば当てはまっていたようです。消費者のニーズに合わない大量生産を行って、山のような在庫を抱えたり、逆に消費者が求める品物の生産が間に合わず、品不足が続くという状態が日常的になりました。さらにソ連の解体を加速させたのが、アメリカとの軍備拡張競争でした。これには極めて多額の資金が必要で、市民の日常生活を充実させるための予算が軍備の方に回されるなどもあって、経済全体が大幅に減退する結果を招くことになりました。1980年代にはついにそれがニッチもサッチもいかない状態になり、さらにソビエト連邦を構成する国々の民族意識と独立要求の高まりも重なって、社会体制、経済体制の大転換が不可欠であるという状況に至りました。そこにゴルバチョフが現れて、グラスノスチ、情報公開やペレステロイカ改革を進めたのは皆さんご存知の通りです。長々とソビエト連邦についてお話ししてきましたが、東ドイツを約45年にわたって縛り続けてきたソ連が、他の国のことなど面倒見きれないという状態に陥ったこと、つまりソ連の統制力の弱体化が東ドイツ崩壊の大前提となっているわけです。以上がソビエト連邦解体のお話でした。ここからは東ドイツの崩壊についてのお話になります。東ドイツ崩壊の直接の引き金になったのは、1989年9月10日にハンガリー政府がオーストリアとの国境を完全に開放したことです。東側ブロック内での東ドイツ市民の移動旅行はもともと許可されていたということもあって、国境開放の結果、大勢の東ドイツ市民がハンガリー・オーストリア経由で西ドイツへ脱出するという現象が起きました。当然東ドイツ政府はハンガリー政府に抗議しましたが、国家元首のホーネッカーが病気療養中であったこともあり、有効な手段を取ることはできませんでした。ハンガリー政府の方はこうした事態へのソ連の反応も伺っていましたが、
ソ連は介入する素振りを見せません。先ほど見たように、ソ連は経済的苦境にある自分の国のことで手一杯で、東側ブロック内の他の国の内政に介入する余裕などもはや持っていなかったわけです。それでは本日の第2曲目をお送りいたします。これも冬にちなんだ曲です。と申しましても、曲そのものは冬をテーマにしたものではありません。ウィーン・フィルハーモニーが毎年のようにニューイヤーコンサートの曲目に加えているヨハン・シュトラウス2世作曲のワルツ、芸術家の生活です。現代はキュンスラー・レイヴェンですから、芸術家の人生あるいは生き方という日本語でも良さそうですが、日本ヨハン・シュトラウス協会が芸術家の生活と表記しているそうです。今日はこの曲の最後の部分をお聴きいただこうと思います。ではお聴きください。ウィーン・フィルハーモニーの演奏で芸術家の生活。東ドイツ崩壊の話を続けます。先ほど崩壊が実際に始まった時点のお話をしましたが、崩壊の理由をよりよく理解するためには、ある程度歴史を振り返りながら、時代社会状況を概観してみる必要があるでしょう。第二次世界大戦直後、敗戦国ドイツは戦勝4カ国、つまりアメリカ、イギリス、フランス、そしてソ連によって占領されました。言うまでもなく、米英仏三国とソ連は厳しい対立関係にありました。西側三カ国が占領地域に西ドイツを誕生させると、ソ連はすぐさまそれに対抗して、自らの占領地域に東ドイツを誕生させました。またソ連は西側陣営が結成した NATO 北大西洋条約機構に対抗して、ワルシャワ条約機構を成立させ、東側グループの結束を図ります。そして、その中でも東ドイツは戦略的に特別重要な意味を持つことになりました。なぜなら東ドイツは東側陣営の最前線に位置する国として、元は同じ国家ですが、今は反共産主義国家として対立する西ドイツと直接国境を接しているからです。またドイツはソ連が大きな犠牲を払いながら死力を尽くして戦い、征服した相手であり、それゆえにソ連にとって特別な意味を持つ国ということもあります。ではここで一旦お知らせをお聞きください。三角山放送局。東ドイツの話を続けます。東ドイツの社会主義体制がソ連による占領の下で導入された結果、政治的な指導者たちもソ連の思惑通りに選ばれました。これは東ドイツの政治体制が市民たちの幅広い支持の下で成立したのではないということを意味します。したがって政府上層部と一般市民たちとの間にはギャップが存在していました。例えば1953年6月16日から17日にかけて起きた政府の政策に反対する労働者たちの暴動、いわゆる東ベルリン暴動がその一例です。しかもこの暴動に対しては東ドイツ軍だけでなく、それ以上の数の東ドイツ駐留ソ連軍が出動して鎮圧に当たりました。こうした事情があるので、東ドイツの指導層は常に自分たちの立脚基盤への不安を抱いており、この不安を解消する仕組みを必要としました。こうしてできたのが市民を監視、抑圧する機構であるシュタージなのです。ではここで本日の第3曲目をお聞きいただきたいと思います。先ほどのライプツィヒラジオ少年合唱団が歌う、やはりクリスマスにちなんだ歌、For Freude、待つ喜びです。これはアドベントというクリスマスの準備期間に、子供たちが少しずつクリスマスツリーに飾り付けを行っていくときの、クリスマスへの期待に胸を膨らませる気持ちを歌った歌です。歌詞には、
もみの木の輪飾りやいろいろな飾り付けの様子が歌われて、いかにも楽しそうな歌です。ではお聴きください。待つ喜び。東ドイツが抱える特殊事情について、ある研究者は次のようにまとめています。ソ連の影響下にあり、かつ独裁国家であるという点では、東ドイツは他の東欧諸国と同じだったが、分断国家であり、ほとんどの分野で西ドイツに圧倒されているという事情を東ドイツは抱えていた。ドイツの正当な後継者を名乗る西ドイツに対して、東ドイツはソ連支配を基礎とした人工的社会主義イデオロギー国家であった。ポーランドは共産主義抜きでもポーランドだが、共産主義抜きの東ドイツはドイツ連邦共和国西ドイツであるという学者さえいる。東ドイツ政府は常に国民の分断解消願望と西ドイツからのプレッシャーにさらされていたのであるというまとめです。で、この研究者が指摘しているのは、東ドイツという国のアイデンティティ、独自性の弱さ、脆弱性です。西側への旅行出国は厳重に規制されてはいましたが、テレビ、ラジオ、親戚交流、スポーツ文化交流など様々な面で西ドイツとの接触があり、程度の差はあっても東ドイツ市民には西側の情報が行き渡っていました。特に経済的豊かさの点で西側とはまるで競争にならないことを市民は身に染みて感じていたはずです。それだけに市民の分断状態を解消したいという願いは切実なものでした。しかし東ドイツはその一方でこうした困難さを抱えながらも市民の同一的勤勉性が発揮されたのでしょうか。着々と経済を発展させ、一時は東側の優等生と呼ばれるほどの生活水準を実現させたのです。それなのに、1973年のオイルショックで、東ドイツもご多分に漏れず、深刻な打撃を受けてしまいます。経済は次第に停滞状態に陥り、それが長引きました。1980年代半ば過ぎには、ついに国民の政治的な面での我慢も限界に達し、公然と現体制への不満を表明するようになりました。以上、なぜ東ドイツは崩壊したのかという疑問を基本的なところで検討してみました。ソビエト連邦の経済的弱体化がその理由の一つであり、さらに東ドイツ国家体制が抱え持つ脆弱さと国家の分断状態の解消を求める市民の要求、そしてオイルショックから受けた経済的打撃などが崩壊を根底で促したものと考えられるわけです。ではここで本日の第4曲目をお送りいたします。今度は少し趣向を変えてジャズで冬の歌をお聴きいただこうと思います。ご存知、エラ・フィッツジェラルドの歌で、ウィンター・ワンダーランドです。この歌をご存知の方も大勢いらっしゃることでしょう。タイトルを直訳すると、冬のおとぎの国ですが、歌詞の内容からすれば、素敵な雪の世界と訳しても良いかもしれません。歌詞は、雪景色の中を歩く幸せな恋人たちの気持ちを歌っています。この二人は、どうやら結婚を考えているようで、雪だるまを作ったらそれが牧師のように見えて結婚しているって聞かれそうといったようなくだりもあります。メロディーも自然で美しいロマンティックな雰囲気の歌です。ではお聴きください。エラ・フィッツジェラルドの歌でウィンター・ワンダーランド。さて、これまで東ドイツについてマイナス面ばかりを語ってきましたが、もちろん東ドイツは何から何まで全く暗い国であったというわけではありません。確かに政府は政治面では市民に大きな制限を設けていましたが、その一方で市民の私生活にはそれなりに配慮し、日常生活の条件を改善することに努めました。例えば、ある報告によると、
生活必需品のバターの価格は、第二次大戦直後の1948年には1キロ130マルクだったのが、その10年後の1958年には1キロ10マルクとなり、なんとそれが1990年まで維持されたということです。また、東ドイツ市民の間には、相互援助の関係が成立していたという報告もあります。映画グッバイ・レーニンのいくつかのシーンを彷彿とさせる報告ですが、市民の誰もが等しく政治的に制限を受けているということと、市民がお互いに経済的な競争をする必要がないという環境の中で共同体が形成されていったと考えることもできそうです。さらに、1989年に起きた民主化を要求するデモへの政府の対応に一人の文化人の発言が大きな影響を与えたという事実もありますが、これについては次のコーナーでお話ししましょう。三角山放送局。先ほど触れた東ドイツ政府の判断に影響を与えた文化人の話を続けます。1989年10月9日にライプシヒで民主化を要求するデモが実施され、参加者が7万人に達しました。シュタージと軍隊はこれを実力行使で抑え込む構えを見せていましたが、それを知った当時の東ドイツを代表する指揮者であるクルト・マズーアが、同じ年の6月に起こった天安門事件を引き合いに出しながら、デモ隊に対する武力行使に反対し、平和的な解決を求める声明を発表したのです。クルト・マズーアは1927年、今はポーランド領となっている旧シルエージエンで生まれました。30歳前からドレスデンフィルハーモニー管弦楽団の指揮者を務め、1970年にライプシヒ・ゲバントハウス管弦楽団の指揮者に就任し、同時に西ヨーロッパ、アメリカ、ソ連のオーケストラの客員指揮者となったほか、日本でも読売日本交響楽団の客員指揮者を務めています。輝かしい経歴の持ち主であり、世界的にも注目されているマズーアのこのメッセージを東ドイツ政府も無視することはできませんでした。かくして事態は血を流すことなしに進行したわけです。これは東ドイツの無血革命と呼ばれることもあります。芸術の力は良き人のためのそなたというフィクション、虚構の中でシュタージ局員ウィースラーを変容させましたが、現実の世界でも芸術家の言葉が政治的判断に強い影響力を及ぼしたのです。これはとても良い話ですね。さて、最後にもう一つプラスの情報をお伝えして今日のお話の締めくくりにしたいと思います。それはごく最近の旧東ドイツに関連する情報です。AFP フランス通信社は今年の11月10日付でインターネットに次のようなタイトルの記事を載せました。そのタイトルとは Go East、 ベルリンの壁崩壊から30年、旧東側へ戻る若者たちです。ざっと記事の内容をご紹介いたします。1989年のベルリンの壁崩壊から何年も旧東ドイツの人々はより良い食と機会を求め、ゴーウエスト、西へ行こうと唱えていたが、壁崩壊から30年を経た今、旧東ドイツ側へ戻り、再出発を目指す人が増えているというものです。ドイツ統一後の1991年から2017年までの間に、旧東ドイツ地区から旧西ドイツ地区へ移った人の数は120万人に達します。これはドイツ第三の都市ミュンヘンの人口に近い数です。移ったのは特に仕事を求める若年層なので、結果的に東地区では高齢化が進みました。
ところがドイツ連邦人口研究所の調査によれば、この傾向が最近変化しており、2017年には西側から東側に移る人の数が東側から流出する人の数を上回るという逆転現象が起きたとのことです。西から東へ戻る人の半数は西で約10年暮らし、結婚して家庭を持った29歳から45歳の年齢層の人々で、この移動の背景には、東側では新たな産業が出現し、多様な職業が選べるということ、住宅も比較的安く手に入るということ、また特に保育サービスが西よりも東の方が充実しているということ、こういった理由が挙げられるそうです。若い世代の家族にとって、これらが大きな魅力となっているのですが、誰もが予期しなかったところで、旧東ドイツの良さが人を引きつけているのだとしたら、極めて興味深い現象です。今後の成り行きを見守りたいと思います。それでは、本日の最後の曲をお送りいたします。今話題に取り上げた、クルト・マズーアの指揮で、ライプツィヒ・ゲバントハウス・オーケストラが演奏する、メンデルスゾーンの交響曲第4番、イタリアをお聴きいただきたいと思います。メンデルスゾーンは生まれはハンブルクですが、ゲバントハウスの指揮者を務めたり、ライプツィヒ音楽院を設立するなどして、ライプツィヒの音楽界に多大な貢献をしています。マズーアもメンデルスゾーンの進化を世界に伝える努力を惜しみませんでした。今日は交響曲イタリアの第二楽章の美しいメロディーをお聴きいただきたいと思います。ではお聴きください。クルト・マズーア指揮でゲバントハウス交響楽団演奏のメンデルスゾーンの交響曲第4番イタリアです。今日は良き人のためのソナタの話から始まって、東ドイツという国の特殊事情について主にお話ししてきました。シュタージに象徴される監視国家としてとかく暗いイメージがつきまとう東ドイツですが、その中で特に注目すべきなのは、やはり市民の間に育まれた相互援助の社会関係、つまり助け合い精神だと思います。もちろん、政治的に過酷な状況の下で日常生活を維持するために、市民たちはお互いに助け合うことを必要としたのでしょうが、それでもこの精神は競争と自助努力を強いられる西ドイツ社会とは違った環境、理念的に格差のない環境と無縁ではないような気がします。私の知り合いのジャーナリストで、東ベルリンに駐在した経験を持つ人物は、東の人たちの人情の厚さをよく口にします。私自身も20年近く前に、ベルリンのフンボルト大学に視察に行った時に似た経験をしました。大学職員には西側出身者も東側出身者もいました。で、正確に表現するのは難しいのですが、礼儀正しさ、あるいは人と人との間の距離の取り方、これらについては変わりはないのに、なんとなく東側出身者の方が西側出身者よりも他人に対する接し方がより温かいのではないかという印象を受けました。競争社会ではない社会の伝統のせいなのでしょうか。この気質が壁崩壊後30年を経ってもまだ生きているのかもしれません。この点についても今後どうなっていくのかさらに注目したいところです。さて、今日のお話は東ドイツについての政治的社会的なテーマに終始してしまいました。
そして前回予告した若きヴェイの新たな悩みについては触れることができませんでした。申し訳ありません。そこで次回は今日お話しできなかった若きヴェイの新たな悩みという小説のお話をしたいと思います。1972年の東ドイツでこんな小説が書かれたのかと思わせるほど東ドイツらしからぬ要素が満載です。ゲーテの若きウェルテルの悩みの文章が随所に引用されますが、その他にロビンソン・クルーソーとアメリカの作家 J.D. サリンジャーのライ麦畑で捕まえてについても主人公が意見感想を表明するという興味深い作品です。ですので次回のお話についてもぜひご期待いただければと思います。Also, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Feiertage und glückliches Neujahr. Tschüss!